リスナーの皆さん、こんにちは、こんばんは。もしかしたらおはようございます。ピアトロ科のさやかとあやかです。よろしくお願いします。お願いします。はい、いつもの挨拶で始まりましたけれどもはい、始まりましたね。はい、もうすぐね、うん、てか今日か、今日そう、ピアトロ科結成5周年ということで、このラジオが始まりました。はい、嬉しい、ありがとうございます。皆さんの応援のおかげで5周年迎えることができました。はい、元気に5周年迎えられたのも ね、そう、皆さんのおかげということでね、嬉しいですね。うん、そしてね、今日はなんと先ほどね、夢の種放送局さんのスタートオンジャーニーという番組にね、ピアトロが出演させていただきました。嬉しかったね、これね。はい、あいかさん、楽しかったですね。楽しかった。収録もなんかめちゃくちゃ大笑いしたけど、うん、実際のね、放送聞いてみてもめちゃくちゃなんかその現場の楽しさがこっちに伝わってくるぐらい楽しく仕上がってましたね。本当にびっくりするぐらいいつも通りのピアトロカでしたねそうそうそう。でもやっぱりリモート収録だからね、ちょっとタイムラグもあったりとかしてね、ちょっとなんか新たな挑戦って感じがしたな、すごくね。普通の配信とちょっと違うからね。そうですね。うんうんうん。まあでもあの経験をね、このラジオでの経験を、今度はね、YouTube でもね、こうして、まあラジオ風ムービーとして定期的にやっていこうっていう感じで、企画をね、してるので、みんなにも楽しんでほしいよね、すごくね。楽しんでいただければと思います。おい。5周年経ってみて、この、うん、なんていうんだろう、この5年間、うん、早かったか遅かったかっていう体感で言うと、まあ、遅いっていうのもあれですけれども、うん、個人的にさえちゃんはどんな感じ、うん、印象です。いや、もう超特急のこだまって感じ。光って感じ。望みかな、光めちゃくちゃ早かったですよシュンって感じ、本当に N700 系って感じ。 N700 新幹線だけなのかな結構好き、やっぱね、それ待って何、初めて知ったんですけれども新幹線好き、お好き。いやね、徹子じゃないよ、徹子じゃないんだけど、新幹線乗るなんか旅感すごい好きなのね。こう飛行機とか、なんだろう、飛行機とかよりも新幹線の方が好きだね。なるほどね、うん、そうそうそう。だから私的にピアトロ科のこの5年間はマジこだまって感じ、本当に統一していただけませんかねじゃあこだまで OK です。光でも望みはこだまで、はい、5周年早かったか遅かったかでこんなに新幹線について語られるとはね、微塵も思ってなかったんですけれどもあやかさん的にどう、5周年、5年間か、ね、そうね、5年間、うん、すごいいろいろ詰まってて重いんだけど、うん、そう、ね、そう、重たいんだけど、ね、なんか言われてみれば、うん、早かったですね。ねえ、重くて早い。そう、なんかずっしりずっしりしてたよね、5年間ね。はい、うん、5年っていうと、うなんか、うん、だって小学校低学年が高学年になるって言うと印象が薄いですけど、中学生がもう高校卒業するぐらいですからね、うんうん、そうだよね、考えてみたら5年前っていうと、多分大人になって5年って言うと変わった人変わってない人いろいろいると思うんですけど、うん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 、5年前っていうと何やってました？いや、でもちょうど大学卒業してフリーランス奏者としてもっとこう頑張りたいけど、まだ駆け出しすぎてもう不安しかないみたいな、うん、時だった気がする、5年前って。確かにね、どう？彩香さん、どう？何してた5年前。私も卒業したてで、ね、うん、演奏活動をしっかり始められてはいなかったね。やっぱりそうだよね。だからなんか
こうこれからどうするかな、うわーみたいな、もう不安でしょうがなかったから、そんな時にこう結成したじゃない。だからなんかすごく嬉しかったな、なんかこう頑張る仲間ができたじゃないけど心強かった、うん、ピアトロカっていう。なんかね、でも、正直な5周年記念のラジオということに正直なところをね言うとね、うん、5年前ほら一緒になんかやろうねって声かけたじゃない、うんうん、まさかここまでしっかり一緒にやれるとは思ってなかったね。そう、本当にそう、今だから言えるけど、いやそりゃもちろんお互い真面目だから、うん、いや頑張ろうっていう気持ちとか向く方向性は一緒だったと思うけど、なんか五分五分だよなっていう、なんかちょっと現実的な部分もあったな。そのなんか続けたいし続かせるためにも頑張りたいけど、やっぱりユニット組んでもなんだろうな、生き残ってるあの先輩たち、生き残れなかった先輩たちみたいなのを、うん、もうめっちゃダイレクトな言い方だけど、やっぱ目の前で見てきてるから、音大出ても形になるならないっていうのをやっぱり見てきてるから、自分がねどっちに行くかってまあ分かんないなってすごい思いながらやってたのはあるかも。あとはやっぱり音楽家ってこう特になんか個人でやってると、うん、こう伴奏者があの入れ替わり立ち替わりっていうか、こう別にその人が嫌いになったとかじゃなくて、仕事としてこういろんな人とやるっていうことが当たり前じゃないですか、うんうん、だからこう同じ相手としっかりこう仕事を続けるっていうのはなかなかねできることじゃないんですよね、うん、実は。そうだよね、実はね。うん、それで潰れ、うんうんうん、多分一般の人っていう言い方がいいのかわからないけど、うん、音楽をやってない人が思うよりも同じ相手と続けられてる人っていうのは少ないと思う。それこそ5年間ね。そうだね、いや本当にそう思う。じゃあこの5年間続けられた秘訣って何だと思います？なんだろう、でもね最近思うのはね、やっぱりこうお互いの違いをなんだろう嬉しくこう受け止めること。わー、なんかわかる気はする。そう、あやさやってさ全く性格違うじゃん。性格違うけど、まあ似てるとこもあるみたいな。でも、うん、ね、お互いの違いをさなんか認め合わないで、なんでこうなのとかさ、例えばいやえそういう感じってこうマイナスな方にさ捉えると何にも生まれないけど、あ新しいじゃんそういう感じかってこうさ何事もさ前向きに多分やってきてると思うんだよね、自然と、うんうん、あのお互いのアイディアとか、うんうん、お互いの企画、お互いの性格とかを、うんうん、それが秘訣じゃないかなと思う私。あー確かにね、そう違いを楽しむ的な。わかる。そう、なんかこうさっきねさやちゃんがびっくりするぐらい違うっていう言い方してたけど、うん、うん、同じところも多分あって、うん、あの相手のことをさっきさやちゃんも言ってたけど、うん、なんかいいように受け止めるというより、うん、丸ごとなんかそのものとしてほうっていう、そうほうっていう、ほうの精神、そうほうの精神大事ね。これから、うん、恋愛でも仕事としてのパートナーでも、うん、いろんな個人的に誰かとしっかり関係を築きたい方は。ほうの精神おすすめです、うん、ほうね、いやマジでそう思う。なんか問うちゃいけない、こう問う、そう、あの問う聞く、どうした、問い詰めたらダメの問うね、問うちゃいけないと思 う、ね、うん、なんかほう、うんうん、ほうの精神がいいね。いいね、うん、
逆に彩香さん的にその秘訣、5年続く秘訣って他にこう感じてたこととかってあるの？ちなみに。あ、なんかね、多分根本的にはさやちゃんが言ったことと同じなんですけど、うん、なんかいい意味での諦め。ごめんなさい、諦めさせて。いや違う違う、いやそれはねこっちが言うことなんですよ。いや全然そんなことないよ。うん、諦めと、そう、方の精神プラス諦め、そう、まあ方の精神も同じですよね。例えばさ、なんかこう私はできるだけ早く返信するようにしてるけど、やっぱり日中6時間とかさ、うん、携帯触れなかったりすると返信が遅かったりするわけじゃないですか。うんうん、そうで、さえちゃんは優しいから、それに関してさ、こうなんかもっと早く返信してくんないみたいな、そういうこともなく、うん、でありがたいことにね。いや、もちろんですよ、それは。で、私は基本ささえちゃんがさ10行ぐらいで送ってきたのに対してさ3文字で返すみたいなやつじゃん。そうそうそう、あの LINE のさ、あの窓の少なさね。私がダララって送るのに了解とか分かったとかね、あれいつも楽しいですよ。全然違う。ありがとうございます。そう、そう、なんかこういう、それも方の精神。そう、これもね、方の精神で、なんか多分いい意味で、うん、別にそれじゃ諦めとは感じてないけど、うん、一種の諦めを持って受け入れてくれるんだよ。あ、そういうことね。だから諦めっていうとマイナスな言葉に聞こえるけど、うんうん、いい意味で、ね、すごくプラスにいい意味でね。そう。うん、ということでまとめると、まあ、保護の精神と諦めの精神で、まあ、5年間やってきたと、我々は。そうですね。そういうことになりますね。そうなりますね。この5年間、保護と諦めでやってきたって、なんか印象ある？ということで、はい。エンディングに入っていきたいと思います。あと1分でございます。あれ、あと1分。大変大変。はい。1ミニです。では これからね、この FM あやさや定期的にやっていきたいと思いますけれども、視聴者さんの中で、ね、ピアトロカにこんな話をしてほしい、ピアトロカこんなことをどう思ってるのっていう質問だったりリクエストがあったら、皆さんぜひコメント欄に残していってください。おい、ではさやちゃん最後の挨拶お願いします。はい、はい、では次回もピアトロカの音楽室に集合。またねー。